超時空要塞マクロス2劇中に登場し、2090年代の地球統合軍の主力 VF であった機体。移民船団を中心に、地球から遥か彼方で様々なドラマが展開されていたであろう頃、地球ではどのような機体が運用されていたのでしょうか。今回は、VF-2SS ヴァルキリー2、VF-2JA イカロス、といった VF-2 シリーズについて解説していきます。開発の経緯。VF-2 シリーズは VF-1、正確には VFX 開発中だった時期、対抗機種として開発開始されたとされています。試作機である VFX-2 の開発製造まで進んでいましたが、2008年に VF-1 が量産開始されると同時に、開発は中止になります。時が経った2060年代、ゼントラーディの自動兵器交渉衛星から得られたヌージャデル系の技術を応用した、ゼントラーディ人専用の機体である VFXX が開発されます。この機体は関節の駆動部にゼントラーディ系パワードスーツの技術を転用し、高い運動性を有するのが特徴で、従来の機体と比較し構造も屈強であり、曲線を多用した得意なフォルムの機体でした。この VFXX は宇宙での機動性に特に優れ、2070年代に開発された地球統合軍の主力 VF 開発に大きく影響を与えます。2072年、地球統合軍は次期主力 VF として VF-2 を開発。この VF-2 が前述した VFX-2 の流れを組む機体なのかは定かではありませんが、 VF シリーズのナンバリングにおいて VF-2 が空き番であったため使用されたのではないかと推測されます。また移民船団ではなく、地球に住む地球人類を守るという意味では VF-1 と同じコンセプトのため、 VF-1 にリスペクトを込めて直下のナンバーである VF-2 にしたのかもしれません。 VF-2 は大気圏内仕様として VF-2JA、 大気圏外仕様として VF-2SS という、運用目的によって仕様が異なる2機種が製造されています。 VF-2JA イカロス。 VF-2JA はVF-2 の大気圏内仕様である VF-2J を進化させた機体といえます。2082年から配備開始された本機の設計開発は高千穂社とされており、同社は新生インダストリー、ゼネラルギャラクシーとは無関係の新興 VF メーカーであると思われます。地球の技術体系のみで開発された機体であり、熱核エンジンも大気圏内仕様になっており、バトロイド時の前高は約17メートル程度と VF-1 の14メートルと比較しても大型の機体と言えるのではないでしょうか。基本装備はガンポッドと頭部連装砲のみですが、主翼下にミサイルポッドを喧嘩して火力の増強も可能。大気圏内仕様ということもあり、カナード翼やベントラルフィンを備え、最高速度を犠牲にして大気圏内の機動性を重視しています。バトロイド時でも十分空戦可能であり、ファイターからの変形に要する時間も VF-1 と比較して短時間で可能。そのため可変機構を十分に活かした空戦を展開でき、可変機として優れた運用性を誇っています。ファイター時や頭部形状は VF-1J、VF-1S と近似していますが、変形機構は異なります。 VF-2SS ヴァルキリー2、前述した VFXX ゼントラーディアンヴァルキリーをベースとして開発された宇宙特化型 VF であり、 VF-2JA と同じく2082年より配備開始されました。 VFXX がゼントラーディ系技術を応用し、屈強な構造だったこともあり、構造上の脆弱性を克服しており、 VF-2JA と比較し一回り小さい機体として完成しました。標準装備としては、頭部側面にターレット式の対空レーザー機銃を2門とガンポッドで、ファイター形態では機体下面のバックパックの右側にガンポッドを兼聴しています。火力の大半は後述する SAP スーパーアームドパックに依存しており、本体の武装は至ってシンプルと言えます。コクピットを覆うキャノピーはフレームがなく、視認性は非常に高いものがありますが、前転周囲モニターのようなシステムは搭載していません。シート後部が非常用コンテナになっており、人一人が乗れるほどのスペースが確保されています。ちなみにマルドゥーク軍が地球に襲来した際、本機は統合軍による歌による防衛システム、民命ディフェンスの中核を担う戦力でありながら、
地球が長らく大きな戦いに見舞われていなかったことから、実戦不足、能力不足のパイロットが多く、本機の性能を発揮できないまま多数が撃墜されています。ただ一部エースパイロットは本機の性能を遺憾なく発揮し、多大な戦果を上げていることからも、本機の汎用性、機動性、戦闘能力は高いものがあったと推測されます。それでは各形態について見ていきましょう。ファイター、 VF-2SS は宇宙空間での運用を主体として開発された機体ということもあり、機体構造にもその設計思想が現れています。主翼は面積が小さく、エンジンナセルは外側に張り出しており、航空機としての空力を犠牲にしても VF としての構造と性能を優先したことがうかがえます。機首底面に垂直翼を備える独特の構造で、尾翼は機体の上下に2枚ずつ配置されています。ガウォーク、宇宙空間での運用を想定した機体のため、重力下で進化を発揮するガウォーク形態は使用頻度が少なかったと考えられます。しかし実際には艦艇などの巨大構造物を足場にした戦闘や構造物内部への侵入など、ガウォーク形態が用いられるケースも多くありました。関節部の強度向上が施された本機はガウォーク形態の信頼性も高く、実戦ではパイロットの起点によって様々な局面に活用されました。バトロイド、ゼントラー DK 技術が取り入れられた本機ですが、バトロイド形態は旧来の VF と同じフォルムが採用されています。頭部は連装ビーム砲を有しており、かつての VF シリーズからの設計思想をうかがわせる点も多くあります。 VF-1 と同じくファイターの胴体部がバトロイドの上半身を形成しており、コクピットのキャノピーは装甲で覆われ、主翼は背部に収納される構造をとっています。 SAP スーパーアームドパックシステム、本機最大の特徴といえるのが総合的な性能向上を目指した強化装備である SAP です。機体制御用バーニア、推進強化用の高機動ノズル、大型レールガンと複数のミサイルポッドで構成されており、通常時と比較し空中戦闘力と機動性能が大幅に向上。 VF-1 のスーパーパックと同様、装着時でも各形態に変形できる運用性の高さから、2080年代では機体の標準装備になっています。無線誘導式のスクワイヤーとともに運用することで、さらに戦闘力を高めることに成功しています。スクワイヤーとは母機に随伴して完全自動制御で攻撃を行うシステムで、2門のビーム砲を装備、イメージとしては RVF-25 のゴースト QF-4000、 SV-262 のリルドラケントに似た運用方法となります。ミサイルポッドの中に専用ガンポッドを収容することも可能。シンプルな装備である VF-2SS ですが、 SAP を装備することで飛躍的な火力向上が見込め、特にバトロイド形態では発射可能な武装を全て運用することで砲台的な運用も可能でした。 VF-2SS 本体としてのエンジン推力は 25,600kg×2機ということで、 VF-11 の 28,000kg×2機に少し及ばない程度の性能ですが、 SAP 装備の本機の推力はスーパーパック装備の VF-11 を超える程度の性能があったと推測されます。以上、VF-2 シリーズの解説でした。本機はマクロスシリーズでも最も未来の時系列である2090年代に運用された機体ではありますが、超時空要塞マクロス2が製作されたのが超時空要塞マクロスフラッシュバック2012の後だったこともあり、後に製作されたシリーズの機体との整合性が取れていない点があるのも事実です。ただマクロスプラスでのシャロンアップル事件以降、シリーズ最新のマクロスデルタまでの間、地球の状況について触れられている描写は非常に少なく、2060年代の地球がどういう状況なのかは不明です。そのためこれからのシリーズ展開によっては、現マクロス作品群とマクロス2との整合性が取れる可能性も十分あり、 VF-2SS バルキリー2が開発される経緯なども詳しく設定されるかもしれません。本機が今後のシリーズで活躍する姿を見れることを楽しみに待ちたいと思います。今回の動画は以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。